はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというとね、ニュージーランドからタイのバンコク戻ってきたんだけど、オールブラックスね、ニュージーランドラグビーチーム、ラグビーのナショナルチームのこのオールブラックスね、これ買いましたね。お土産で前を説明させていただいたもんだけど、今回は、何に関してかっていうとね、東京での帰国報告会を11月30日、今月終わり、11月30日土曜日に開催すると言いましたけど、開催します。で、これ、例えばね、なかなか、かなり自分、動画アップするので見てない方もいらっしゃると思うので、あえてもう1回アップさせていただきますけど、11月30日、場所は東京の都心、山手線内、前回、新宿でやろうと思ったんだけど、台風が来て10月1日、だめになっちゃったんだけど、新宿とか池袋とか、とにかく山手線内、都心でやろうと思ってます。で、その後懇親会もと思って、6時から8時、夕方6時から8時、土曜日ね、土曜日の仕事の方もいらっしゃるかもしれないんだけど、6時から8時帰国報告会、そのうち1時間30分ほど、帰国報告会ということで、主には中南米、そして去年行った旧ソ構成国もヨーロッパ、そして中東、ロシア、今年ね行ったロシア、そして今回行ったタイ、ニュージーランドも含めてちょっとお話しさせていただきたいんだけど、あとの30分は質疑応答でそのお答えさせていただきたいと思います。なので皆さん分かんないことがあればね、今まで93カ国行きました、そして旅行会社もともと働いていた身、メディアにも協力している身ですので、何でも聞いていただければと思います。で、そういう感じです。だから8時まで。で、8時半から近くの会場を借りて、そこで、あれをね、懇親会、飲み会を開催しようと思ってます。これが大体8時半から10時半頃と思ってますので、そこはそこでまたね、そこで交流をお話しさせていただければと思います。テーブルがあって、それぞれこうってなるんで、だから移動でちょっと足していただこうと思ってますけど、ここのテーブル30分いたらこっちのテーブル捨てて足していただきたいと思ってます。なので、楽しみにしていただきたいと思います。なので、申し込んでいただいた方、今まだね、申し込んでいらっしゃらない方から、できればお早めにね、申し込んでいただければと思います。なので、これから中東、アフリカ、中央アジアも周遊します、中南米残った国々も行きますので、これからまだまだ行きますのでね、いろんな方、そういった行きたい方もいらっしゃると思うので、情報をね、共有させていただきたいと思いますので、ぜひ興味がある方はご参加いただければと思います。前回、参加の意思を表明してくれた方ね、10月12日、台風で中止になっちゃったんだけど、その方々には一応メールしたと思うんだけど、もし届いていたらね、メールいただければと思います。そして参加のね、希望の方いらっしゃったら、いただければと思います。前回参加できなくて今回参加できる方もいらっしゃるんだけど、前回参加意思示してくれたのが中止になってしまって、今回ちょっとダメな方もいらっしゃって、ちょっと申し訳ないですね。残念ながらということで、また次回開催したいと思ってますので、来年ね、その時に参加していただければと思います。ということで、お待ちします。で、一応参加費に関しては、会場を借りる関係上、報告会に関しては1000円いただきたいと思います。申し訳ないですね。そこは帰国報告会で会場を借りる関係上です。で、あとは懇親会に関してはもう利益一切載せずにやってますので、これ利益載せる方もいらっしゃるんだけど、俺は載せないです。で、1人3000円か3500円、これ飲み放題付きでね、コースでと思ってます。これはちょっと交渉してやっていこうと思ってますので、そこでもね、いろいろと皆さんと交流できればと思ってますので、よろしくお願いいたします。ということで、1ヶ月と1週間、結局いることになります。ニュージーランド3週間で、タイは全部で18日間。なので、そのうちもう、すぐ、帰りますけど、その中でね、帰国報告会もすぐ行いますけど、皆さんと交流できればと思ってますので、興味ある方はとりあえずその年齢、お名前とね、年齢っても何十代で大丈夫です。30代、40代、50代、20代とかね、あるんで、あとお電話番号。そして、どのくらいこのチャンネルを見ていただいている方とか、簡単な自己紹介などを入れていただくと、幸いかなって感じはします。それではよろしくお願いします。